のトリマー、頭書いてよ。頭を書いてよ。頭の向きもラインもこうやって決めると。こういう感じで、ちょっと下に向いてる。で、首が当て、腰を。もう印象でいいよね。とりあえず印象で腰を描いて、そこから肩のラインを傾かせて、で、上半身をひねっとるので、こっち側にくびれができるよと。こうね。逆に反対側は伸びる。伸びるから、こういう感じか。ほんで、こっから足を、多分これ陸上選手やろうな。足を思いっきり前の方に出しとる。足は見えてないけど。ほんで、こっち側は、こうだろうね。多分ね。足は折りたたんで向こう側に行ってる感じなんちゃうん。多分こういうラインだよね。だからこれで合ってるか。まあ形としては正解だよね。書き方としては、まず頭を書いていて、頭書いていったら、そこから、まあ、背骨やら、お腹の中心線やらをヒントにして、股間までのこの流れをちょっと一本ガッと、ラインを引くと。これを作ることで、動きが硬くなるのを抑えられず、ぜいっていうことですよね。で、このラインを引いたら、そこからまたさらに足2本の流れ、これも引いていくんですけど、棒人間でこう書いてもいいし、まあ、ただ、この曲線ですよね。こっち向きにカーブを出したら今度は、これはすね側の方、ふくらはぎの方はこういうラインで取ってみるとかね。こっちが伸びてたらこっちがカーブになるし、こっちがカーブだったらこっちはまっすぐだったりとかね。この流れですよね。これが非対称になっていくと、硬い動きを解消することができるから、そこも気をつけて書いていこうねというところです。はい、顔があるよね。顔があって、首があって、でお尻のラインがあって、そっから足の付け根があって、足が前に出ててよ、膝があってよ、ほんでだいたい頭の下に足があっからよ、こんな感じで書きゃよ、なんとかなるんだよな。こういうことよね。お茶の子さいさいだ。ほんで、こうなると、ぐっと胸を張る。で、ぐっと胸張ってお尻は下がると。こっからこうね。で、こうだね。こういうことだよね。後ろの足はしっかり引いてないと、まあ、ちょっとおかしなことになっちゃうというかね。ポージングとしては、ちょっと感覚論になっちゃうけど、ギュッと引いて、後ろでブレーキを引くような感じよね。で、ここに膝があって、やっぱり結局もうちょっと足長めに描いた方がかっこいいんだけどね。どうしてもちょっと短くてかつ太くなっちゃう。大体その自分の体がさ、イラストに反映されるんで、僕のやっぱり短足で太い足がそのまま反映されますね。悲しき事態よ。スタイルがいい人は、スタイルがいいイラストが描きやすいんですよ。これ本当にそうで、自分の体をそのまま投影しやすいから、そういうことですよ。こういうラインね。だからまずはラインを考えて、で、これもちょっと上を向いてる感じで描くと。このラインですね。こうかな。だから。こういう風に目をちょっと傾けてる。耳がここにある。顔のラインもこうですね。こういうことですね。頭をまず描いて、そこから首の流れ、背骨の流れ、お尻の流れ、で足ですね。足のこの流れですね。この頭のてっぺんから足先までのこの流れを、まあ、パッと見の印象でちょっと捉えてみて、そこから当たりである胸部を作る、骨盤を作る、で、肩の付け根を割り出す、足の付け根を割り出す、あとはランドマークの関節の膝とか肘とかを割り出して、で、その次に書き足していて、バランスを整えていきながら、問題がなければ最後、この胸部と骨盤を連携させるための線を描く。こんな手順が一番いいかなと。まあ他にももちろん頭描いて、胸部描いて、骨盤を当たり描いて、その後に肩描いて、足をこう流れを描いて連携させる。っていうやり方ですね。まあこれでもバランスは取りやすいんですけど、動きが硬くなりやすいので、まあどちらの手法も用いていただくといいかなというところですよね。